お疲れ様でした。ずいぶん負けたんじゃないかしら。みんなすごい集中力だったわ。だよね。これはもしかすると過去最速なのでは。いや、だってなあプロデューサーさんのお迎えまで遊ぶ時間です。そうね、やるからには何事も全力でそれじゃあ遊ぶわよ。わーい。ではでは、何をしましょうか。やっぱり海でしかできないことがいいよね。だな。砂山崩し、貝殻集め。いいわね。私はスイカ割りもやりたいわ。みんなで食べたら楽しいし、きっと美味しいわ。スイカ割り、そうだな、夏らしくていいんじゃねえか。じゃあ今の3つは確定だね。他にもまた思いついたら足してくってことで。そしたらまずはスイカ割りに向けて買い出しかな。スイカと棒があればいいかしら。まあ向かいながら考えればいいんじゃねえの。来た時に通ったスーパーでいいよな。ええ、そうと決まれば出発よ。はーい。スーパージャス。おお、一発。じゃあ千代子とジリはスイカお願いできる？私たちは必要な道具を調達するわ。おう、じゃあチョコ行こうぜ。はーい、また後でね、みんな。はーい、行ってらっしゃいませ。さて、私たちも行きましょうか。はい、何から探しますか。そうね、奥から順に見ていくのはどうかしら。はい、わかりました。ジュリちゃん、スイカって果物？野菜？あー、どっちだろうな。両方の売り場を見てみるでいいんじゃねえか。それもそっか。じゃあとりあえず売り場に。あ、ん？どうかした？チョコ、あれ。あ、スイカ割りセット？すげえな、全部揃ってんのか。これスイカ、棒、シート、目隠し用手ぬぐい。海でスイカ割りしたいの私たちだけじゃないんだね。準備これだけで良さそうだな。じゃあ向こうのチームに連絡しておくね。おう、頼んだ。シート、棒、手ぬぐい、ウェットティッシュ。あら、お、ナズハさん、どうかしたんですか。千代子から連絡よ。スイカ割りセットを見つけたから大丈夫ですって。では戻りましょう。はい。ねえカホ、リンゼ。お？私から提案したいことがあるの。ねえねえジリちゃん、せっかくスイカ割りするならさ。おお、お疲れ。ただいまです。あら、二人の荷物なんだか多くないかしら。あまあな。そっちは何買ったの。秘密です。
シートの端持っててくれるか。はい。サンキュー。夏葉、スイカ頼む。わかったわ。これで大丈夫かしら。オッケーじゃないかな。はーい。じゃあ始めましょう。ちょっと待って。お。いかがなさいましたか。やるからにはトップを目指したいわ。当然スイカ割りでも。お？私たち正々堂々勝負しましょう。正しいスイカ割りの方法で。遊びとして確立しているからには広く普及しているルールがあるはずよね。そんなんあんのか。どうだろう。ちょっと待ってね。あ、公式ルールあるみたいだよ。公式ルール？なんかスポーツみたいだな。なんと奥深い。スイカ割りはスポーツですって書いてあります。え、マジかよ。あら、そうなのね。それならやっぱりスポーツマンシップにのっとったスイカ割りをしなければならないわ。いや、正々堂々としたスイカ割りってどういうことだよ。公式ルールを守るってことだよ、きっと。正々堂々。正々堂々。ふふ。はい、勝敗はどうやって決めますか。待ってね、それも書いてあるから。棒が当たったかどうかとか、スイカの割れ方でポイントをつけるんだって。なるほど。それなら綺麗に割った人が優勝かしら。いいんじゃないかな。ちなみに優勝した人には景品も出せるよ。ああ、そう使うのか。景品？何かあるの？じゃーん、これです。サイダーとナタデココ？フルーツの缶詰。スイカを買うときにチョコが提案してくれてさ、スイカにそれ足してフルーツポンチにしようって。フルーツポンチ、すっごく美味しそうです。みんなで食べようと思って買ったんだけど、景品用に変更です。ますます負けられないわね。はい、頑張ります。本当は人数分あるんだけど、まあいいか。で、夏葉たちの方も何か隠してるんだろ。答え合わせはいつになるんだ。もう少し暗くなってからのお楽しみよ。夏葉ちゃん、夏葉ちゃん、何かしら。そろそろネタバラシしてほしいなって思って。だな、そろそろいいんじゃねえか。カホもずっとそわそわしてるしな。リンゼも、リンゼさんも一緒ですね。だって夏葉ちゃん。そうね。それじゃ始めましょうか。なんか量多くねえか。いろいろあったんだもの、全部やってみたいじゃない。あ、いや、そうかもしんねえけど、全部使い切れんのか。5人いるからきっと大丈夫です。はい。まあ、プロデューサーが来るまでまだあるしな。ええ、みんな準備しましょう。はい。このろうそく使うのでいいんだよね。どの辺に置く？そうね、火は少し離れた場所に置きましょう。風よけが必要だったわね。風よけか。
何か使えそうなもの。あ、リンゼさん、さっきの貝殻って使えませんか？それは妙案です。ん、なんかあんのか？リンゼさんと貝殻探ししてた時にすっごく大きなのがあったんです。二身に分かれた。片方が拾わずに置いたのですが、あれならばいいと思うわ。カホ、任せてもいいかしら？はい、お任せください。ええ、お願いするわ。じゃあ私らは水か。うん、あとゴミ袋も。二人が戻ってくる前に準備してしまいましょう。うん、ああ。夏葉さん。いいえ、楽しいわね。はい。あ、終わっちゃった。次はどうしよっかな。お、カホもか。次はどれにする？線香花火がここに。線香花火、いいわね。誰が一番長く落とさずにいられるか勝負よ。また勝負かよ。じゃあみんな一本ずつ持って。準備はいいかしら？はい、行くわよ。よーい、スタート。